私は茨城童子の腕。あいつとの関係？それは双子の姉妹みたいなもんだ。私は日枝家当主にして9代目荒れ乙女、日枝のアキュと申します。日枝家は幻想郷について代々記録を立ってきました。はじめまして。月の都より参りました綿月の豊姫と申します。すでに私の妹とは会いましたか？幸運を呼ぶ白ウサギ稲葉ペイだよ。君ちょっと幸薄そうだね。助けてあげよっか。いつもあなたの脳裏に潜んでいますよ。また今夜会いましょう。この場で全て叫んで。
月にあだ名す洗礼、純子である。小さく弱いだけではないお前の命運、私は見守ると決めたぞ。私は村瀬南津、人呼んでキャプテン村瀬、精錬船の船長です。はい、船幽霊ですよ。私はヘカーティア・ラピス・ラズリ、地獄の女神だけど、今は君を導く幸運の女神よ。なくなるくらい愛しいものに出会ったな。
私はパチュリーノーレッジ。これは私のグリモワールよ。どこがグリモワールなのかって？本体は私自身の知識。これはそれを引き出すためのマジックアイテムに過ぎないわ。私の名前はメディスン。メディスンメランコリー。あなた、もしかしなくても人間よね。じゃあ気をつけて。私は茨城河川、あるいは茨河川とも呼ばれているわ。君のことは聞いていたけれど、なかなか興味深いわね。